んにちは、SJ です。今回は2023年10月26日に発売された待ちに待ったオリエントマコ4040の実機レビューです。以前にキッターさんご提供のヨーロッパモデルをレビューさせていただきましたが、この度日本仕様がついに発売されました。なんといっても最大のトピックは、これまでのシリーズ 42mm に対して 40mm のコンパクトサイズが出たということです。予約の段階であっという間に売り切れましたので、その人気ぶり伺いますよね。ただこれ限定ではなくレギュラーモデルですので、待てば必ず買えます。ご安心ください。お店の入荷在庫を待ちましょう。そして和製エクスプローラーともいえるツール感に溢れていますね。使いやすそうですね。最近は丈夫でツーリッシュなモデル増えてきましたね。いつもそばにいてくれる頼りがいになってくれること間違いなしですよ。早速時期です。3、2、1、じゃん。すごい。どうでしょうか。改めて見て もう高級感がすごいです。でここでいう高級感とは何ぞや、お値段に比べて必要十分な映え感ですねを備えてるかどうかというところですね。まずエクステリア面、その点で言いますと、これが実勢価格 33,880円ですから、3万円ですよ。お値段手頃ですね。もう今時の3万円台モデルとしては、サファイアクリスタル搭載、20気圧防水、逆回転防止ベゼル、日差前後幅が40秒間、パワーリザーブ40時間、そしてこの外観のかっこよさ、その他に何を求めるというのでしょうか。しかもメイドインジャパン刻印があります。日本製ですよ。そしてコンパクトマコと称するだけあって、横幅ワイドですね、 39.9mm に小型化されました。でこれまでのマコはと言いますと、比較しましょう。右側が 42mm のマコですね。これまでというよりも現在でももちろん現役バリバリで、ベストセラーモデルですよ。でその中でそのシリーズ 42mm がメインだったんですが、今回世界的なやっぱり小型化の波が押し寄せ、国産のオリエントも例外ではありませんよね。 2mm サイズダウンしての登場と相成りました。私もちろん大型モデルも大好きなんですね。でただ左側 39.9、 大きさ違いわかりますか。 2mm ほどなんですけれども、このベゼル周りを比べていただくと、この大きさ感、サイズスペックさらっと聞いてくだされば、商品番号は RN-AC0901B となっていますね。駆動方式、機械式、手巻き付き、キャリバー F6722、精度は日差マイナス15秒からプラス25秒と幅40秒間となっています。これはセイコの 6R 相当ですよ。すごい。そしてパワーリザーブは40時間以上。ケース材質、ステンレススチール、風防はサファイアクリスタル、ルミナスライトあり、バンドの素材はステンレススチール 316L となっています。このブレスレットだけ 316L、 ここが面白いですね。そしてサイズ肝心、縦ラグラグ、ここの4縦は 46.5mm です。 46.5mm 十分にはまります。横幅ワイドは 39.9、 ギリ 40mm 以下ですね。そして厚みシックネスが12.8 となっています。うわー、フラットサファイア綺麗ですね。このぐるっと回した瞬間大好きですよ。12.8mm 薄い。そして、ベルトの幅を指し示すラグウェッジですね、ここが 20mm。 そして重さ 154g です。これは手首 18.0cm に合わせて 154g。 そしてこの左側にあります 42mm のマコですね、比較のため、ちなみに 158g なんですよ。 4g 重いだけ。なるほど、ということは意外と中抜きがあるのかなと思ったりもしますね。もう体積そのものが全く違いますので、私としては 15g ぐらい違うかなと思ったんですが、続いていきましょう。防水は20気圧防水、体重は一種のみ、そして保証、正規メーカー保証は1年間となっていますね。ハンズオン 1.6 倍でギュッといきましょう。退屈なスペック読みが終わりました。まあ今あえて退屈を申し上げたのは、このスペック読み上げ大切なんですね。まあ例えば実機を見て試着できる方は OK だと思うんですよ。ただインターネットでポチッと購入される方、直接見たいけどご病気があっていけない、忙しい
いろいろな、そういった皆様ご事情があるでしょうから、できるだけカメラのレンズを通してですけれども、さも自分が触れているようなバーチャルな感覚を持っていただければと思いまして、詳しく掘り下げています。いつもご理解いただきましてありがとうございます。それでは行きましょう。このサイズ感は全体を見ていただいた方が分かりやすいと思いまして、1.1 倍まで下げました。美しいですね。そしてサファイア、トップから行きましょうか。サファイアクリスタルですね。フラット具合見てください。こう、今反射しました。そしてこの散り合わせ分かります。ベゼルとフラットサファイアの間、ほとんど隙間がないんですよね。このあたりがオリエントマーコの進化かなと。倍率 1.7 倍でいきましょう。ダイヤルもそうですけど、ベゼルですね。これはアルミベゼルとは書いてないんですね。まあオリエントさん大体こう丁寧に書いてますので、ということはステンレス、素材かなと。美しいツール感増し増しですね。そしてインダイヤルどうでしょう。ブラックのラッカー仕上げに近いんですが、ピアノブラックラッカーというよりはですね、ペンキブラックラッカーですね。ちょっとこのあたりガタガタっと分かりますよね。映り込んでいます。こういう感じです。ちょっと荒々しい感じです。さーっとペンキを塗ったような、ツールボックスにあるような感じのタイプの、塗り方ですね。それから針いきますと、このようにビシッときちんと反射で光るんですね。ちょっと見えにくいですけれども、反射が映り込みがすごいですね。なるほど。そして秒針黄色、先端が黄色、今通っていますよね。わかりますよね。このあたりですね、ワンポイントアクセント。そしてデート付きなんですね。今回はデイ、曜日は省かれています。非常に美しい。そしてこのまあインデックスもですね、きちんと縁取りがされていまして、大変素晴らしいですね。もちろんこのメモリに狂いもないですね。綺麗ですね。25、26、27、揃っていますね。まあ何を言ってるんだという感じですが、まあ当たり前であって当たり前のようではないといったところもありますからね。正面はこのような形で、もう今風の、意外とベルトが太めで、本体が小さいと、ケースが小さいというタイプですよね。そしてサイドに回りますと、ここはミラーポリッシュされているんですね。このあたりはいつものオリエントマーコーのテイストです、テイストですが、このクオリティが上がっていますね。本当に高級感が出ていますよ。これは、すごいな。そしてオリエントのロゴ、キッチンと入っていますしね。そして裏面はこのように反射のタイプとなっていますね。ですからミラー部分が、例えばじゃあ9時方向も同じですけれども、はい、このように、ぬめーっとした感じ。このぬめり感がすごくオリエントの特徴ですよね。手袋の網の目を反射してみると、こんな感じでぐにゃーっとなりますね。いや、アトラクティブですよ。実物ジェニックもすごいですね。映像でも伝わってるかなと思います。そしてダグ、この弓管のところはどうでしょうか。この弓管も以前はスカスカと向こうが見えてたんですが、どうですかね、今回は向こう見えますかね。ちょっと見えてるかな。まあ、やはりお値段3万円というところで、そして逆回転防止ペースで行ってみましょうか。これがクオリティ感。いや、聞こえますかね。非常に音が小さくなって、ぬめぬめぬめっと。そして少し重ためです。どちらかというと、1964ダイバーに近い感じ。ルミナスポイントはないんですね。なしですね。いわゆるツールウォッチタイプ。そしてリューズガードがなしの、このリューズは6ミリ径ですね。ですから以前のマコの大きさを、流用していると。部品パーツを流用している感じいたします。そしてじゃあ操作性いきましょうか。1、2、3、4、5で解放されましたね。これやっぱりちょっと小さいので、7ミリあると十分ですね。または 6.5 ミリでも結構十分です。はい。6.5 ミリ、セイコーの SBDC101、これが 6.5 なんですよ。ちょっと 0.5 ミリの差なんですけど、全然違いますね。このリューズ部分が、まあ、ぬるぬるリューズのままなので、これ後ほどギザギザに変わっていくのかなと。まあそういうことを期待したいですね。操作性いきましょう。まずは、巻き上げ。手巻きですね。
音は聞こえますかね。本当に小さくなりましたね。ザリ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 という感じです。そしてハッキング機能は、一つ引き出すと、これ今午後の8時か。じゃあ先にギュギュギュっていきましょう。40分ぐらいもありますよね、一回しで。すごく早いので、急いでるときは、急げみたいな感じで間に合います。はい。そして日付チェンジいきましょう。今、午後の10時ですね。デートの動きを見てくださいね。そして、はい。動き始めましたね。10時25分あたりで動き始めて、じわーっと変わっていく。この日々の移ろい、次の日に変わるんだというね、こう、情緒的な、はい。11時58分あたりで変わりました。デートチェンジです。まあ、じわーっと変わるのも好きですね。やはりその、もう本当に、まあ、しらじらしいようですが、こう、一日が変わっていく様子、もう明日が来るな、みたいな感じのイメージですよ。私からすると。まあ、そういうのも、まあ、風情として良いのかなと思ったりします。そして、締めときますね。そして、こうして、5ですね。5回。まあまあ浅いですけれども、これは20気圧防水を実現しているということで、まあ信じて安心しましょう。裏舞台回りますと、このようになってますね。まずは、この全体は、ねじ込み式、ギュッと、スクリューケースバックで閉じられています。ギュギュギュですね。で、そして20気圧防水を実現していると。メイドインジャパンですね。エプソン。そして10番に行きましょう。この F672、これがキャリバーナンバーですね。はい。そして下にはウォーターレジスタント20バー20気圧と入ってます。ステンレススチール、サファイアクリスタルと。非常にわかりやすいですね。もう機能がここに書かれている。ブレスレット部分行きましょう。これは、凸コマタイプですね。初めての方にちょっとお見せしますね。凸コマというのは、漢字の凸ですね。に似ているということで、凸コマなどと言われますね。いわゆる疑似三連ブレスとも言われます。つまり、これ、線が、ラインが入っていますけれども、これは、一つの、ステンレススチールの塊なんですよ。ですから、この筋をつけているだけなんですね。デザイン上のアクセントと言いますか。うん。まあ、それはいろいろ賛否あったりするんですけれども、まあ、私は全く気にならないという感じでしょうかね。ブレスレット戻って、ぐにゃぐにゃ具合見てみましょう。ああ、結構いきますね。ぐにゃぐにゃっと。これだと装着性良いですね。なるほど。そして、この根元部分見てほしいんですよ。エンドリンク。エンドピースですね。上はここまで行きます。そして下はここまで。結構可動範囲が広いので、まあ例えばテーブルにコトンと置くときでも、割と安定して決まるのかなと思いますね。うん、なるほど。そして今コマは行きましたので、バックル行きましょう。もういつもの安ペラペラバックルですね。安と言ったんですが、この安いなりの完成されたペラペラ具合がありますよね。これ褒め言葉なんですけど、同じ会社だと思うんですよね。製造の会社は。パチン行きますよ。はい。まあ非常に私が気に入っているのは薄いので、手首に本当に干渉がないですね。ここの今、手袋のあたりです。裏から見るとこのような感じ。まあいつもの光景ですよね。良いでしょうか。タイムグラフです。いやー、これ今ちょっと見ていたんですが、過去、位置でびっくりした。この波形見てもらいます。この波を打つような波形、すごくないですか。で、実装着はだいたいマコの場合はプラス8からプラス10ぐらいで推移しますね。実際に装着精度です。で、タイムグラフで精度を測るとこのような感じ。ただですよ、この波がゴニョ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 出ていますが、このラインを見ていただくと結局直線的に安定してるんですね。ということは、まあイコール安定してるということでしょうね。ただこの突然のこの変異ぶりというのは面白いなぁ。まあしかしですね、どうでしょう。じゃあ行きましょうか。プラス9秒パーデイ、アンプリチュード振り角277度、適切ビートエラー 0.2ms、 許容範囲もちろん21600振動、1秒間に6振動タイプですね。で、パワーリザーブ40時間ということですが、これやっぱり波型がずっと続くんですね。これは面白いなぁ。これどういう現象なんだろう。まあでもつまりは、そうですね、均一には打っているが、ビートエラーも少ない。あ、もしお分かりの方、お詳しい方いらっしゃったら教えてください。この波形を初めて見ました。過去。何百本ですけれど。リストショットです。スッと。いつもの距離、いつもの手首ですね。18.0 センチの手首周りです。
そして上から見た時の手首直径は6センチちょうどです。6.0 センチになります。こんな感じですよ。やっぱりこのコンパクトさ、非常にいいですね。非常にいいですね。というと、短絡的なんですが、まず縦ラグですね。ここが 46.5 ミリなんですね。そして幅が40ミリですよね。そして厚み 12.8 です。というふうな感じで、塊感ありますね。前回レビューさせていただいたハミルトンのエクスペディション、あのスタイルにも似ています。やっぱりこのトレンドはこそこう来ているわけですよ。そして綿棒くんどうでしょうか。あ、入らない、これだと 80% くらいですね。 80% でグイッと今強引に入れ込んでいる感じですね。うわ、抜群に良いですね。映えますね。そしてオリエントの、私の好みのもう一つの部分っていうのはこのマークなんですね。まあいわゆる紋章といいますか、こういう紋章関係ヨーロッパ強いですよね。まあ紋章文化があるということですから、オリエントスターもかっこいいんですが、どちらかというとこう現代的なデザインがどうしても目立ってしまうと。まあ例えばセイコー5スポーツにしてもしかりですよね。あとはプロスペックスの X とか。要はおそらく私が考えるに、この古い伝統の、まあ、機械式時計にその先進的なデザインが合ってない場合もあるのではないかと思うんですよ。そのあたりは例えばフランスのイエマであるとか、スイス系はやっぱり得意なんですよね。合わせてくる。ベルトですね。は20ミリからテーパードせずに20ミリ、ここ20ミリ幅です。でバックルがきますね。でセンターに合わせています。ですからこちらが6字側を詰めてくださいというようにおっしゃっていただければ詰めてくれますよ。違和感なくこのあたりですね。特にここが違和感出るんですよね。なるべくこう センターにバックルを持ってきて左に持ってきてあげるという感じでしょうかね。はい、という具合ですね。うわー、すごいわこれは。いや、これは売れるでしょう。上から見ても全く違和感がないですし、ちょうどいいサイズ、大きすぎもせずと。だからガバガバ感もないですね。あ、ついでに重心いきましょう。最近言ってない。重心はそうですね、意外とケースが重たい感じ、もしくはサファイアが重たいのかなという感じですね。車でいうサンルーフが重いので重心が上がるみたいな感じのところです。それでもそうですね、振った限りちょっと出ているかな。肌から1ミリ上に重心がある感じです。細かいですけど、イメージとしては肌から1ミリ上に重心がある、このあたりですね。分かっていただけると幸いです。まあ、かといって全体でもこれ今現在の状態で 154g ですから、まあ、軽いですよね。何ら問題ないですよ。20気圧防水のサファイアですから。コルクショットです。どうでしょうか。ああ、なるほど、明るいですね。特に12時、6時、9時、このあたりは非常に明るく光っていますね。 SBDC101 いつものベンチマークです。プロスペックスはやっぱりマックスに明るいですので、それと比べるのはどうかなと思いますけれども、お値段が3万円、右側は16万円ですよ。右側は 100% としますと、オリエントマーク40は 95% ぐらい、やや落ちるかなと。そのぐらい前線してるんですよ。すごいなと思いましたね。そして針の秒針見てください。ちっちゃいんですけど可愛く光ってますよね。このあたりはどちらかというとハミルトンに近いかなと。ハミルトンの明るさに近い、まあそのぐらいのルミを使っているなというイメージですね。特にダイバーズで使うわけではありませんので、と。日常的に、いやー、夜間とか綺麗ですよ。うまいソースです。いかがだったでしょうか。いや、素晴らしいモデルですね。これはもうまさに買い中の買いですよ。皆さんやっぱり審美眼すごい。予約でもう即売り切れの意味がわかりますね。いや、うなりましたね。もうネガティブはと聞かれて、いや、ほとんど見当たらないんですよ。まあ例えば安いバックルであるとか、まあ、そこがネガティブに映る方もいらっしゃるかもしれませんね。あとは私の場合は長所ですけれどもね。あとは、ムーブメントですね。もう今回初めてのこの波型、こう波の波形すごかったですね。でも結果的には安定して斜めに上がっていくということでびっくりしました。今回の目玉はタイムグラフですね。
すごいな、タイムグラフが目玉っていうのもね面白いですけれども、この外観も素晴らしいですよ。このなんとなくコーティングをかかっているようなキュキュッとしてるんですね。うん、ですから、まあ、ツールウォッチトゥーリッシュと言いますけれども、うん、トゥーリッシュながらも結構光るんですよ。サテン仕上げと言われても、いやいや十分に目立つしということで、全く地味さがないですね。ここにびっくりしました。はい、これがマイソーツ、びっくりしたところですね。皆様いかがだったでしょうか。いろいろコメントくださればと思いますね。そして、購入された、入手された方も多いでしょうから、その皆さんのお使い加減、使用感も教えてくださればなと思いますね。はい、ということで、おそらく今回長くなってしまっていると思います。ちょっと初めての方向けにも少し詳しく説明しましたので、長くなってしまいました。はい、お付き合い最後までありがとうございます。もしよろしければグッドボタン、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、ナイスパでぜひ応援してください。これからもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆様お元気で。バイバーイ。